じゃあしばらく安静してて。安静にしろって言われちゃったな。そうだ、会社に給食の電話入れないと。でも給食にしたらどうなるんだろう。お給料もらえなくなっちゃうのかな。やばい。その悩み一緒に解決しよう。どこから？働きやすい会社から働きやすい社会へ。社労士大槻智之の働く現場のお悩み相談室。ということで今日もさなまるに来ていただきました。よろしくお願いします。さなまるです。もうゲストというよりはレギュラーに完全になってます。ほぼレギュラー化してますね。そうね。どうですか、もう最初のドラマみたいなのは慣れましたか？ドラマね、まあ慣れたかな。結構ね、その台本、私が作ることが多いんですけど、また別でサブメンバーみたいな ね声をねいただいたりとかもね、まあ、分かる人には分かるよね。はい。職業不定の人が出てる。本当に面白いから。どうです、やっぱ話しやすいですか？何言わすごい気まずいこと聞いちゃった。いや、もちろん話しやすい。嬉しい。余計なことが話すね。嬉しいです、ありがとうございます。はい、本日ですね、今回は、知らないと損する給食についてお話をしていきたいと思います、やっぱ最近こう給食をする方とかが多かったりですとか、給食についての動画とか結構たくさんね、上がってることが多くて、やっぱね、そのやっぱ給食を取る際にこれは知っといた方がいいよっていうことを今回皆さんにお伝えできると思うので、ぜひ最後まで見てください。はい、はい、まあそうね、給食は本当に多いね。多いですか、昔、そうね、俺が20代くらいの頃は、給食ってそんなになんかね、相談とかでもなかったから。あ、そうなんですね。そんなにある話じゃなかったけど、最近はもうなんか普通だよね。あ、もう一般化していて、もうそういう時代の流れなんですか、それ。そうね、まあ、内容もね、昔は骨折したとかとかだったんだけど、今やっぱメンタル的に不調になっちゃったとかっていうのが非常に多かったりするし、はい、でそもそも給食ってなきゃいけない制度じゃないのね、これ、はい、法律で決まってるわけじゃないから。そうなんですね、ただその給食という制度を設けたければ設けてどうぞっていう話なんだけど、で今のうちの会社はほぼほぼあるかな、この制度。これがない会社はね、よほどね、なんか世間に遅れてるから逆にちょっと怪しくなりますね、それは。それかもう完全に制度としてはなくとも、もう給食を全部認めてるような。ああ、なるほど。そんなね、なんか素晴らしい経営者のいる会社かもしれない、です。でね、給食ってね、割と一個大きな特徴があって、その特徴っていうのが期間が決まってるので、ね、そうなんですか。期間、基本的に、はい、まあ、若干決まりがない場合もなくはないんだけど、基本的には決まってて、期間が決まってるっていうことは、休場期間に終わりがあるってこと。ああ、なるほど。で、終わりがあるってことは、その時に、終わりの時に復帰できないと辞めなきゃいけないってこと。ああ、そうなんですね、もう辞めなきゃいけない、もうそれはしょうがないことなんですね。そうそう。で、本来病気とか怪我で全く働けませんっていう状態に陥っちゃうと、まあ、労務の提供が不能です、でいつ治るか分かりません、っていうと、できるかどうかは別として、会社的には大抵そういう場合って解雇の要件に入ってない。業務ができない。そうそうそう、解雇しますよって決まってるんだけど、まあ、この解雇は難しいのも一つあるんだけど、まあ、長年働いてくれててね、いきなり解雇するならあんまないよねって。それはよくやってきてくれたんで、そんなすぐ見捨てられるのはよくないよっていうことで、こういう給食制度っていうのができて、だからそういう働けないっていうのは分かってんだけど、会社に席を置いといたんじゃん。おお、ちょっと優しいですね。まあ一見するぞ。はい、捉え方によるよ。だからその身分を置いといてあげる。で、ただ永遠に置いとくわけにはいかないから、いついつまでに
治って頑張って帰ってきてねっていう、うん、こういう制度。ちなみにその期限って伸ばすことって可能なんですか、うんうん、これはねもう期間は会社次第。あ、そうなんですね。だこれはね本当にあの皆さんも就業規則を見た方がいいです。それはどこで見るものですか。いや、ね、就業規則の中に、まあ、大抵は給食っていうところがもうすでにあるから、仕事があるんですね、うん、でよくあるのが、はい、勤続年数によってその日数が変わるので。あ、そうなんですね。ちょっと有給みたいな。うん、ほらだってさ、20年間貢献してきてくれた人と、はい、入って半年の人で、ちょっと違いますね、うん、違うでしょ。だからそういう意味では、まあ、傾向としては勤続年数が長い人の方がその休職期間って長いの。まあ、5年あったりとか、はい、まあ、3年5年とかこの辺が多いから。へえ、3年から5年ぐらいあるんですね。うん、その代わり、勤続3年未満ですとかってなると、例えば3ヶ月とか、はい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 、半年とかもうだんだん短くなってる。だから例えば3ヶ月だったら3ヶ月間のうちに復職できるまで回復しなきゃいけない、はい、じゃん、はい、だから結構まあ、厳しいっちゃ厳しい。確かに、うん、ちなみになんですけど、給食を取る時のこうフローみたいなのって、うんうん、多分取りたくてもどこに誰に言ったらいいかわからないって方多分たくさんいると思うんですね、うん、ちょっとお聞きしてもいいですか。これね、まあ、さっきも言ったけど、はい、就業規則を見てください。なるほど。そう、もうそこにしかね書いてないし、そこのルールに従わなきゃいけないんです絶対。はいはいはい。でよくあるのはこれ本当に一般的な話なんで絶対ではないんだけど、はい、ありがちなのは例えば病気や怪我で休み始めます。はい、はい、休み始めます。で即休職っていうのはないの。うーん、ちょっとじゃあ一定の期間が必要。そう、例えば1ヶ月間経過してもまだ休みが続きそうな場合に休職に入りますよって。うーん、だってなんか怪我して3日間休んだだけですぐ休職とかって言われちゃうとさ、確かに大変じゃん。確かにですね、もう治ってんのにまだ休職なのかだからいちいちそういうのは面倒くさいから、そういうのは、はい、ある程度で、ね、決まってんの。だそれを見ておいていつから休職かっていうのは知っておかなきゃいけないのと、あとは休職に入るんだったら何かしらの申請書が必要になるケースが多いから。あ、じゃあ例えばこうメンタル的な不調だったりとかがあった場合は、うん、そのお医者さんからの診断書みたいなのが絶対必要。そう、診断書を必要とするっていうのが本当一般的、うん、であとはその申し出をするための用紙っていうのが会社で決まってるんで、はい、それを書いてでどこに出すのかっていうのがあるんで、あ、それはちゃんとご自身で見てみてくださいっていう、うんうん、そう、まあ、大体人事部とかね、うん、そういう管理系のところから、はい、まあ、人事部がなくても総務とかそういう管理系のところに出すのが割と多いかな。なるほど。まずこれがあって初めて休職っていうのがまず認められるのが大事です、はい、うん、なるほどですね。ちなみにそれってどんな時に使えるっていうあれなんですけど、まあ、一般的に知られてるのは怪我とか、うん、あとそのまあ病気、うん、あとは出産の時とかもそれも休職になるんですか。まあ、休職っていう言い方はあんまりしないかな。出産は、まあ、産前休暇とか産後休暇っていうのがあって、はいはいはい、その後に育児休業とか育児休暇っていうのがスタートするので、はい、でさっき給食は法律上決まりないって言ったけど、はい、産前産後とか育児は法律で決まりがあるから、はい、あ、そうなんですね、うん、また別枠なんですね。それはでもこれはね取らせなきゃいけませんっていう決まりがあって、はい、だからなんだろう自由に決めていいとかっていう話ではないんで、だちょっと扱いを変えることが多いかな、うん、まあ、給食って一括りな言い方をするケースもあるんだけど、はい、うん、だ一番多いのはやっぱり怪我をしました、病気になりました、まあ、ちょっと労災は置いといてね、はい、まあ、プライベートで怪我をしましたとか、まあ、持病が悪化してとか、そういう場合に使うのが割と一般的で、はい、で、まあ、会社によっては例えば留学したいですとか、
おお、はあはあ、留学したいっていう場合にまあなんか辞められたくないとか、はい、なんか帰ってきてもまた戻ってきてもらいたいっていう思いがあると一応休職っていう扱いにしてあげるよとかね。なるほど。そういうのがあるし、あとなんだろう、たまにあるのが政治家になります。え政治家になります休職、うんうん、あ、じゃあ怪我とか病気じゃないケースもあるんですね。そう、だその辺はもう自由に会社が決めることができる。はい、本当だったら留学はもう退職届を出して行かなきゃいけないですよ、うん、でもそこをまあ勉強してね帰ってきてくれるんだったらぜひ戻ってきてもらいたいんで、うん、そういう扱いにしますよ。なるほど、うん、っていうのが多いかな給食っていうと、うん、ちなみにそれって例えばこう怪我とかをしたりとか給食取るじゃないですか、うん、その給食期間中って、うん、お給料って出るんですか。まあ大抵出ないよ。ただお休みをしてもらう、うんうん、まあ大企業とかだと出したりするケースもあるけど、まあ、まあ原則は出さないかな。でさっき言ったように怪我とか病気だと、はい、まあ、労災じゃなくて死傷病の扱いできっと休職してると思うんで、そうすると健康保険とかね、そういうところから生活保障的なね給付が下りるんで、まあそっちをもらってる感じかな。そういうところがめちゃめちゃ多分皆さん知りたかったと思うんですよ。なるほど。私も今そうなんだって思いました。会社からじゃないんですね。そうそうそう、保険払ってるでしょ。はい、健康保険で払ってます。あれは業務外の、業務上じゃなくて業務外の死傷病については健康保険で病院にかかってくださいねっていうもので、で休んだ場合は業務外で休んだ場合は死傷病で休んだ場合は傷病手当金っていうものがあって、それがまあ、期間永遠じゃないけどね、はい、永遠じゃないけどある一定の期間内であれば健康保険からその生活保障として給付が振り込まれる。そうなんですね。これ私的に今日のハイライトかもしれないです、ね、多分知らない方たくさんいると思うんですよね、うん、これね、ただ健康保険に入っている場合なんで、例えばうちの会社は、はい、国民健康保険組合なんですとかっていう。おお、また違う。そう、いわゆるフリーランスの人とか、はい、個人事業主の人っていうのはまず健康保険には入ってないんで、はい、国民健康保険って言って市区町村でやってるね、うん、そっちの保険に入るんだけど、はい、あっちの保険はその傷病手当金とかがない。まあそうなんですね。で、まれに普通の会社に勤めてんだけど国民健康保険組合に入ってる、うん、まあ、そんな会社があって、はい、そうすると傷病手当金がなかったりするかもしれない。そうなんです。だからまずはね、その辺も合わせて人事ちゃんとね、はい、相談をして、はい、で申請とかもしてもらってください。それは分かりました、はい。まあ、今給食についてたくさん確認しておいて楽しいことを言っていただいたと思うんですけど、うん、まあ他に何かあったりしますか。あとはね、会社ごとに給食期間中になんか報告しろとかっていう決まりがあったりするの。はい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 。だそれはねちゃんとやってた方がいいかな。あ、それ無視するとどうなっちゃうんですか。無視するとだって場合によってはもう給食が認められなくなっちゃうかもしれないから。確かに復帰もしづらくなっちゃいましたしね。うん、だからそれ出してこないんだったらもう復帰できるってことだよねとか。で復帰しないと、あ、じゃあもう復帰する意思がないってことで退職だよねって、まあ、そんな話になってるので、で会社のね、まあ、スタンスにもよるんだけど、はい、まあ、最初に言ったようにその一定の期間置いといてあげるっていう、まあ、このために給食っていうのがあるんだけど、はい、ある意味逆を言うとこの期間が過ぎたらやめなきゃいけないわけでしょ、はい、やめなきゃいけない。でそれは解雇じゃないの。ほう、解雇っていう扱いは、まあ、その学術上は解雇になるとかそういう争いなんだけど、はい、現状ではそれは自然退職って言い方するのよ。自然退職だ、契約期間満了しましたとかと一緒。ちなみにそれはいい退職方法なんですか。
まあいいも悪いもないんだけど、まあ決まり通り。ああなるほど。だからルール通りの退職ですってこと。つまりそこまでに復職できなかったらこの人は退職するんだってのが分かって会社もやってるから。中にはここで辞めさせたろうと思ってる会社も世の中に存在するってことです。なるほど。合法的に辞めてもらう、はい、合法的にちょっと言い方ないかもしれないけどね。ちょっと怖い。そうで、そういう会社からすると復職してもらいたくないわけですよ俺。はいはいはい。もうこのまま復帰できないことにして辞めてもらいましょうみたいな。でここでせめぎ合いがあってする。ああなるほど。それはちょっとトラブルのもとですね。そうで、そのせめぎ合いの前提として休職期間中にこういう報告しなさいねっていうのをちゃんとやっとかないと、なんだまやる気ねえなみたいな。確かにそうなってしまいますね。だそういうのがね影響するんで、はい、決められたことはしっかりやらなきゃいけない、はい、し、あとね、まあちょっと余談なんですが、はい、よくね休職期間中にねなんかインスタとかバンバンやる人いるんだけど、はい、あれはね、なんかいい悪いは別よ、はい、その例えばメンタル不調でそうなってる場合はそういう方が効果的なんだっていう、うん、そういうのもあるから、はい、言っちゃいけないとかなんとかっていう話じゃなくて、はい、ああいうのをやっぱ会社の人が見ると、はい、なんだ遊びやがってって思う、決まってるから決まってるから、まああんまりね上げる得ないよなとは思いますけど、ちょっと周りの方への配慮をした方が、うんうん、っていうのがあるんで、まあ行くなとは言わないけど、ね、少し気遣ってなんか戻りやすいんじゃないかなって僕は思います。なるほど。じゃあインスタだったらあれですね、親しい友達機能にそれ用だと思います多分、うん、とはいえそういうのどっか行っちゃうんだけど、ね、ああそうですね、バレちゃう可能性が、うん、ほら休職期間中って誰かが代わりにその仕事をやってる可能性が高くて、はい、そうすると早く戻ってきてくんないかなって。でもなんか焦らしちゃいけないしとか結構気遣ってるじゃん。確かに、こう休職してる側よりもやってくださってる側の方が結構その人に対して気使ってる。そう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 。って時にさ、なんかこっちが残業で必死こいてやってんのになんかどっかでバーベキューしてうわーとか言ってたちょっとさ、どんどんこれやろうって悩んでたら、そうだ、こうやってこいようとなりますね。だからね、まあまあ、そういうのをちょっと考えて行動されるといいかなと、はい、はい、思います。ありがとうございます、はい。まあ、いずれにしてもお医者さんと人事によく相談をするって、はい、これ大前提なんで、はいはい、皆さん覚えておいてください、はいはい、ということで最後にまとめさせていただきます。一言で言うと休職とは何ですか？終わりのある認められたお休みです。お一言じゃなかったそしてどんな時に使えますか？一言で言うと主には死傷病で働けなくなってしまった時、はい。そして休職時に確認しておきたいことは、まあ、全部ひっくるめて就業規則をちゃんと見ておいてくださいねということでした。ありがとうございます。はい、それではこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。